食料不足は東海岸のハムギョンブクとでも同様だがその解決に乗り出した朝鮮労働党環境北道委員会の幹部は打つ手がなく花から頭を抱えていると現地の NK 内部情報筋が伝えている。党委員会は先月二十八日トップの責任書記が主幹し米価格の上昇で住民が食料難に苦しんでいることに対する対策を討議するため 非常拡大会議を開いた。平壌からやってきた、党中央委員会や内閣の幹部4人、地方の党幹部、朝鮮人民軍の第9軍団の団長、政治委員、道人民委員会、道安江局、安全部、検察所など、主要幹部が一堂に会して行われたこの会議では、直面した食糧危機の克服が優先課題として強調され、舌家手世帯の解消、 人民生活の安定をいかにして図るかが議論された。情報筋によると、打開策として示されたのは、住民への食料供給過程で毎日出庫する食料の量と、残りの量を随時報告する取り組みを体系化すること、すべての機関が一つになって動き、住民に対する食料配給を、絶対的、無条件的事業として行うことというものだった。また、 市場での米価格を掌握し、価格安定のために米を持っている商人を説得し、従わない場合には無慈悲に処罰せよという内容も含まれていた。当局は、穀物価格の安定化のため、市場での穀物販売を禁じ、国家食料販売所での販売に一本化する方針を示し、実際にオープンにこぎつけた。しかし、今回、 米商人に対して処罰をちらつかせながら米価格を引き下げるという強行策が示されたことは当局の政策がうまく行っていないことを疑わせる。さらに、同民に一人残らず食料を配給するまで責任初期はすべての責任を負い住民への食料供給事業を掌握、執行し、さらには当中央委員会も責任を負うことも言及された。 机上の空論と商人への脅迫に終始した今回の会議。参加した幹部のほとんどは国の米びつはもちろん軍向けの軍量米すらも底をついたのに一体どのような手を使って住民に食料を与えるのか。もはや打つ手がないとため息をついていたとのことだ。ハムギョンボクトを含めた全国で軍量米を配給に回すとの話が出ているが 実際に配給されたという話は出ていないと伝えられている。